はい、今日はいつも忘れてしまうので、グラスホッパーで作るショップボット用のドームデータの作り方を、記録していきたいと思います。まずグラスホッパーを立ち上げて、丸を出す。大きさは適当に1100でやります。はい。で、次にこれをちょっと卵型っぽくしたいので、サイズを変えていきますので、Z にちょっと伸ばします。はい、これで少し卵みたいな、ちょっと厳密には違うけど、卵みたいな形ができました。で、今度これを、分けますので、地面と分けていきたいので、サーフェイススプリットで、プレーン、これで分けます。で、それの最初、今多分2つに分かれてますので、これのリストアイテムで一番上を取りたいので、これをすると、はい、ですね。今上だけが、ちょっとマック使いなれ、はい、このようになりました。で、次これの蓋を閉めて、はい、キャップホールで蓋を閉めまして、ちょっとくり抜きます。今あるこれとこのカットしたやつの、少しだけサイズをちっちゃくしたやつを作って、それでくり抜きたいと思います。オフセットサーフェイス、オフセットサーフェイスでサイズを、ちっちゃくしたネガティブにして、で、ちょっとちっちゃくしてこれをくり抜きますと。い、くり抜かれてますね。ここまでできたら、ここでプラグインのバワーバードのこの形でいきたいので、これをビビラリア、はい、ここでこうして、
で10ずつ分かれてますので、これで任意の形に縦と横を分けていきます。はい、いいっすね。こんな感じでいいかな。で、次何ミリの板を使うかで、今度僕が使うのは24ミリなので、24ミリでくり抜きます。ああ、はい。ああ、できない。24。ちょっとギリギリやけど、まあいいか。ちょっと待って。念のため。はい、ちょっと大きめくり抜いた方がハマりがいいんでね。お、できてますね。完全にいい感じです。で、あとブリアン。で、これをですね、これをトゥルーにするとカットデータになるという素晴らしいプラグインですね。これでショップボットのカットデータができました。最後にこれを、これで完成です。できました。これでほら、おで、これをカットしてショップボットでドームを作っていきたいと思います。ありがとうございました。